皆さんこんにちは。アースフレンズ東京 Z マネージャーの中村ひとみです。アースフレンズ東京 Z はプロバスケットボールリーグ B リーグの B2 に所属しています。男子のバスケットボールチームになります。よろしくお願いします。今 2019-20 シーズンを共に戦ってきたメンバーを漢字一文字でご紹介しています。本日は背番号21番の増子拓実選手です。増子選手は柏倉選手と2人で今シーズンキャプテンを務めてきました。進むという漢字を選んだんですけども、常に進み続ける、止まることをしない選手なんじゃないかなと思ってこの言葉にしました。東藤ヘッドコーチも言ってたんですけど、増子選手はもう毎年上手くなってるというふうにおっしゃってて、あとですね、怪我でちょっとチームから離れてる時もきっとすごいずっとチームから離れたところでも努力をし続けて進み続けて、今シーズン合流した時にはもう怪我を感じさせない動きをしていたので本当にすごいなと思います。あの時期があったからこそ今シーズンの増子選手もいたと思うし、シーズン中もきっと進み続けていたんじゃないかなと思っております。あとですね、髪型と髪の色がすごい変わります。すごくおしゃれだし、そのファッション面からもすごい注目していただきたい選手です。もう今シーズンの合流した時はすごい髪くる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 パーマをかけていたんですけども、その直後に黒い韓流スターみたいな黒いマッシュっぽい髪型にしてたんですけど、もうそれ もう全然違う髪型だったんですが、全部似合ってるなと私は思っていて、本当に全部似合うので素晴らしいと思っております。はい、あとですね、すごく周りをよく見える選手、よく気がつく選手だなと思っていて、今シーズン私もスタッフとしてすごい何度も助けられてフォローしてもらったことがあったので、本当周りの小さな変化にも気づくし、なんかチームのためにやってくれることがいろいろたくさんあったので、本当に男だなというふうに思います。やるときはやるっていう感じです。はい、本当は男っていう感じとも迷ったんですけど、ちょっと来季から B1 に進む、 B1 の信州でプレーする増子選手にはどんどん進化し続けていってほしいなと思ったので、この進むという文字にしました。はい、 B1 の増子拓実選手も応援よろしくお願いします。今日はこんなところで以上です。また見てください。ありがとうございました。